goodair.com。こんにちは。皆さんお元気ですか。ちょっとね、僕は元気がございません。なんで元気がないかちょっとだけお話をさせていただきます。ひどいんですよ、うちの嫁が。もうほんとひどいんですよ。これ聞いてほしい、本当に。あのね、うちの嫁が録画し忘れやがったの、昨日のソングス。泣くね。もう別に見てない、毎週見てるとか全然そんなんじゃない。バッて、あやつがですね、もううちの嫁子ですよ。嫁子が、俺はもうソングスをどうしても見たいから11時から撮っといてくれと頼むけんって言っとった後に、あやつは撮っとらんとですよ。何で見たかったかっていうと、昨日のソングスはあのビーズの稲葉さん、もう本当小学校から大好き、もう水筒です、こんなことで水筒です。そのビーズの稲葉さんの出てくって言うとですよね、してその稲葉さんと喋っとがあれですよ、木村拓哉ですよ。あやつがですね、稲葉さんとトークバスって見たかじゃなかですか。そらもう出会したっちゃ見たかで、見たかったけんばって仕事代けんが、まあ塾ばしよるわけですよね。だけんごめんばってん取っといてくれって言っとったらですね、ああいうやつは取っとらんとですよ。こんなことでたまがった。してまたそっからですよ、あんビデオ取っとらん問題けんが、ばあお前なんで取らんかったいやって、してからしかこんなことでって言いよったら、自分で取らんやって言い出すです。自分で録画予約は1000件いかんとったら、違うって、おら仕事中だったけ嫁さんに頼んだって、バッティングああいうやつは取っとらん、まあ、腹かいてですね、もうなんやアンゲラと思って腹かいて今ここにおりますそういうことなんですよ、まあ、腹かいてね、もう嫁とおられんって思って今プチ家出中です。もうわからんとなことあからんと思ってですね、今プチ家出をしているところです。あって見たかでしょ、稲葉さんと木村拓哉がしゃべっとる、そりゃ面白かったねえ、なかろうと思ったばってんが、もうして読むやつはもう自分が悪かった、どやんして見たかったっちゃ自分で録画ばせんばいかん、そりゃこうでくんもんか、こんなことでと思ってですね、もうこれやっぱ脱下に言いたかったんですよ。だっかりね、俺の気持ちも分かってほしかった。そう、もう、な。おやん、悲しかことはなか。もう、俺は、もう、あれですよ。あと2時間ぐらい家出してやろうかな。もう、部屋には戻らんです。そんなことで。そんなことで腹立つ。腹かいて腹かいても仕方なかったですよね。もう、そぎゃん気持ちだったもんで、この、クソ動画ば撮りました。すいません。いや、腹かくどったいだって、腹かくがわからんと、まあ、また熊本弁講座ですんです。そう、腹かくてなんか腹かいたわからんですね、ギャンコやったじゃんね。熊本県民または腹かくがわかる方はコメント欄の方に、腹かくの意味はギャンタイと、ぜひ書き込んでいただければと思います。なすかね、何場しようかね、もうちょっと、なんだろうね、この一人で録画しながら生放送みたいに喋っとったね。まあ、よかった。また、たまにはギャンして、こう、喋ることもあるんですけど。あれですよ。熊本弁講座の今日は、あれですよ。その、何倍言っとか分かっか、ドギャンかば、見てもろって、まあ、大体何倍言っか分かって思うとばってんが、そうね。皆さんがどう翻訳ができたのかどうかはちょっとぜひお試しください。以上です。本日は問題編でございました。はい、ぜひなんとなくこんなことを言っとっただろうなと、ギャンしゃぶっとっとばいなっていうのが分かられた方はぜひコメント欄の方によろしくお願いいたします。低評価やめてください。もう何なし取り寄るやつ、低評価は
狙って撮る動画とかもその炎上症候じゃなくてあったんですけど、これは狙っておりません。もう本当に嫁への怒りをぶつけさせていただきました。ありがとうございました。一応じゃあ締めます。いいですか。アート席なんだろう、ここの顔は普通に真顔でやりましょう。アート席なんだろうこれ。さすまさまん TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。ゼウス、シャレです。二人合わせてサネウス、よろしくお願いします。高島の YouTuber、さすまさまん TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、さすまジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日までチャンネルます。鹿児島の、魅力や観光地をお伝えできればなと思っております。はい。これぐらいいやー、冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょ、おー、揺らしすぎでしょ。そらあ、あそらもドラえもんだよ。ドラえもん、ドラえもん。何そのキャラ。Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。Good Air .com. Your listening station is Good Air .com. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.